カルロス・サンチェス・ガルシアは、スペイン・マドリード出身の元サッカー選手。ポジションはゴールキーパー。レアル・マドリードの下部組織出身であり、レアル・マドリード C とレアル・マドリード B では、絶対的なレギュラーだった。2001年12月23日の、RCD ・マヨルカ戦で、トップチームデビューしたが、トップチームでは、イケル・カシー・ジャス・セサル・サンチェスの存在が大きく。 マヨルカ戦の1試合のみの出場に止まった。2004から05シーズンにはセグンダディビシオンのポリエヒド、2005から06シーズンには同じくセグンダディビシオンの u d アルメリアにレンタル移籍したが、出場機会は滅多になかった。2006年夏にレアルマドリードとの契約が満了し、移籍金なしでセグンダディビシオンの CD カステリオンに加入した。 2シーズン目の2007から08シーズンには33試合に出場して、失点を27点に抑え、リーグ戦5位に押し上げるとともに、自身は、セーグンダ・ディビシオンのサモラ賞を受賞した。2009から10シーズン終了後に CD ・カステリオンのセーグンダ・ディビシオン B 降格が決定し、2010年夏、テルセーラ・ディビシオンのアマチュアクラブ、CD ・プエルタ・ボニータと契約を交わした。 ありがとうございます。